アジトまで帰ってくることができた。ダメージが大きい。あの程度の修行では埼玉には通用しなかった。また一から鍛え直しか。しかしこのまま地道な特訓を重ねたところで本当に勝てるのか。挑戦を繰り返すたびに自信が失われていく。俺の忍術が奴に届く日が本当に来るのか。ソニックの忍者っぽい名前ってソニックのなんだっけ。ソニックの何じゃない、音速のソニックだ。思い返したら未だにちゃんと名前すら覚えられていないじゃないか。眼中にないどころの話じゃないぞ。不安だ。こんなにも勝ち目がないのに勝たなければ気が済まない。こんな時に他のやつはどうしてるんだ。ミツバチはスズメバチとの圧倒的戦力差を数の力で埋める。スカンクやハリネズミは不利な体格差を能力でカバーする。俺はただ何度もがむしゃらに挑戦するだけか。やつなら埼玉ならこんな時どうする。あ、そうだ、俺自身も埼玉になりきって生活してみれば奴の弱点や攻略法を思いつくかもしれん。なおさん、この林の中に怪人が逃げ込んだって噂を聞いてきたんだけど、なんか怪しいの見なかった？見てねえな。その変な格好、プロヒーローってやつかい。パトロールも構わないが、あんまり音を立てねえでくれよ。魚が逃げちゃう。オッケー。まだなんか用か？いや、見てるだけ。釣れる？なんだなんだ、怪人探すんじゃなかったのかい。釣れるよ。君も釣りやるのか？やったことないな。何が楽しいんだ？俺や君みたいな暇人にはいい遊びだ。大物が釣れれば楽しいぞ。大物か。確かに食費が浮くもんな。食うためにやってるわけじゃないぞ。これは魚との真剣勝負だ。さあ、今年も始まります Z 市立平和中学校体育祭。肉体と肉体がぶつかり合う体祭り。実況は三度の飯より男子が好き、私プリプリプリズナー。そして解説には絶中一のイケメンと名高い甘いマスクちゃんに来てもらっています。よろしくお願いします。さーて、甘いマスクちゃん、毎年あなたも所属する生徒会チームの連覇が続いていますが、今年の展望は？言うまでもありません。今年も我が生徒会チームの圧勝に決まった。おめでたいな、生徒会。お前は誰だ？いや、今月我が校に転校してきた1年 B 組出席番号8番、帰宅部所属、音速のソニックちゃんだ。好きなお風呂の温度は40度で、湯船には右足から入るタイプ。そして寝るときはベッドじゃなくお布団派だ。なぜそんなに詳しい？可愛い男子たちのプロフィールを把握するのは教師として当然のことだ。とにかくこの俺、音速のソニックというゴールデンルーキーが加わった今年の帰宅部、今までとは一味も二味も違うぞ。